ガリシア州内の一ビラガルシーアであるウサは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカとサルネスに属する。ガリシア統計局によると、2010年人口は37,926人で、ガリシア州で8番目の人口規模の都市、ポンテベドラ県では、B5、ポンテベドラに次いで3番目に人口が多い。住民は、バイラガーション、や、 カスティーリア語表記は、ビラガーシャでアローザ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は 85.、85.27%。ビラガルシーアでアローザは、ポンテベドラ県の北西部、リアでアローザの南側に位置し、コマルカとサルネスに属する。北は、カトイラと、東は、カルダスデレースと、南は、ビラノーバでアローザの各自治体と接しており、西は、リアでアローザに面している。 自治体中心地区は、市街地にあるビラガルシーア教区のビラガルシーア地区。自治体内で最も北に位置するバミオ教区は、ウジャカワが大西洋に流れ込む河口にあり、一方南のロベーラ山からは湾内を見渡す、見事な風景が見られる。ビラガルシーヤデアであろうさは、ビラガルシーヤデアであろうさ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。自治体市長は、 ガリシア国民党のトマス・フォレディアス、自治体評議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア統一左翼、2、イベル、1となっている。ビラガルシアであろうさは12の教区に分けられる。ふとじは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。